一番の、心配事というか悩みどころはやはり年齢でした。どんどん年は取っていきますし、ですが、まあ、年齢はもうどうしようもありませんので、ならば年齢以外のところで企業に強くアピールできるようなものを、身につけなければいけないと思いました。例えば人が持っていないような難しい資格ですとか、立派な経歴ですとか、そういったものがたくさん職務経歴書や履歴書にこうずらーっと書いてあったら、より、面接の決まる割合も高くなるんじゃないかなと、その頃は思ってました。受けるからにはもう絶対に吸収して、それを再就職につなげなければいけないし、それが自分にできるかな、やらなきゃいけないんだけど、できるかなっていう、そういうところが不安ではありました。セミナーを受ける前に菊田先生に一度お会いしたのカウンセリングをお願いしていますので、その時の印象で、カウンセリングにしても最初は例えば私の経歴を見ていただいて、それで、あなたにはこういう仕事とかこういう仕事が向いているんじゃないですかとか、こんな感じでいいんじゃないですかというようなアドバイスを受けると思っていたんですけど、実際そうではなくて、自分がどういうふうにしたいか、どんな仕事をしたいか、まず自分で考えて決めるというスタイルだったんですね。ですから、それでしたらきっとセミナーも受けて自分で考えて、自分なりにこう解釈して理解して問い込むことができるんじゃないかなと、きっとそういうもの、そういうセミナーなんだろうなと思いましたので、ですからそういうことに関する不安はあまりありませんでした。何かこういったセミナーを受けることは今初めてでしたし、自己投資、これはもう自己投資なんだと思って、受けなければまた、なんていうか、同じような方法や考え方で、もうだらだらと就職活動やってたかもしれないんですけど、これを受けることで、自分が変わる、ターニングポイントになるんじゃないかと、いや、ターニングポイントするんだという気持ちで受けました。単に再就職を成功するためのノウハウを教わるというような単純なものではなくて、人間を磨くという、ミドルエイジならではの、なんていうんですか、人格を高めて人間を磨いて、その、今風に言うならば、その人間力というのが再就職に対しても何に対しても武器になるんだなということがよく分かりました。それが再就職にもつながり、人生にも人生好転、良くしていく、いい人生を歩んでいくための、基盤になるのだということです。左右する側の視点から物事が考えられるようになってきたと思うんですけれども、そういう視点で考えると、例えば、経歴、キャリアとか資格とか、履歴書や職務経歴書を見れば分かることでなんですけれども、ですが実際にその人に会ってみて、自分がその面接官になったような気持ちで、例えば相手を見た場合、本当に、この人いい人だなと思わせる人は、そういうものがこう伝わってくるんですね。単に、雇う側の、ことばかりはなんか念頭にあると、私もできるだけいっぱいアピールをしないで、私はこんなこともできます、あんなこともできます。その根底には、一日も早く再就職を決めたい。というか、ともすれば、どこでもいいから雇ってほしいというような気持ちが、やっぱりあるので、それが相手に伝わってしまうんですね。だけれど、対応する側は、厳しい言い方すると、失業者の救済を、するために人を雇うわけではありませんので、だからもし面接官だったとして、
その、まあ、一日でもどこでもいいから雇ってほしいというような気持ちが見え隠れするような人に会ってしまうと、どう感じるかなって考えると、あ、それじゃやっぱりちょっとまずいなという、一方的にアピールするばかりでは、うん、ちょっと空回りするばかりだなっていう感じがしました。もうそういうことに気がつきました。木戸先生のおっしゃったその思い聞きました。それは再就職や企業に対する思いというのも含めて、あとは何て言うんでしょうか、もう自分はダメだって絶対に思わないことですね。再就職、ミドルエイジの再就職というと、いろんな、なんて言うんでしょう、例えば10件応募して1件返事が来ればいい方だとか、数ヶ月かかるもんだっていう話が聞こえてくると、やる気になって張り切っていうのはまたちょっとなんか意気消沈したりっていう、そういう、でまたちょっと元気が出て、またちょっと元気がなくしてっていうようなの、そういった状態も何度も繰り返していくような感じだったんですが、それでも、もう自分はダメなんだって落ち込んでしまったらもうおしまいです。自分はダメなんだっていうか、もう年だからダメだとか、そういうダメだと決めつけるようなことだけはもう絶対に、そういう気持ちだけでも絶対ならないと思ってました。それもまた思いの一つだと思います。最初はなるほどその通りなんだなと、頭だけで理解している部分があったと思うんですが、実はそのセミナーを受けた後に、いろんなこといろんなものとかに口当たって、そのセミナーで学んだことが、何かまさに頭に浮かんできて、そういう形、その状態で物事を見るようになってきたので、考え方というのが少しずつ分かってきたといいます。この、ウィメンセールスアッププログラムを受けて、分かったこと、結局再就職を成功させることは自分を磨く、自分を向上させるということなんだなと、難しいスキルや資格を身につけるというようなことというよりは、より自分を高めることが大事なんだということがよく分かりました。はい、違いました。セミナーを受ける前は、面接イコール、受かるか受からないかという、ただ、緊張するものであって、これ受かるかな、どうかなというか、それがもう、そういうことばかりはなんかように考えてしまって、実際にその面接始まってちょっと何か違うな、なんかうまくアピールできてないなと思ったら、これはもうダメだ、この面接もダメになっちゃうんじゃないかなと、こう諦めのに入ってしまったりするんですけども、ですがセミナーを受けて、そういう自分の気持ちをできるだけ高めた状態で面接に臨んだ、その気持ちというのも全然違ってきますし、それは今でもはっきり覚えてます。まず面接当日までに自分の気持ちを高めて高めて、普通だったら面接というとやっぱり緊張するし、なんかドキドキするものなんですけど、もう面接に行くのも楽しみでしょうがないというような気持ちに持っていくようにしました。そういう気持ちで臨むと、なんていうんですか、面接家の方に会っても自然に笑顔になりますし、積極的になれるし、面接のお話でも、質問やアピールなども積極的にできるようになったと思いますので、だから相手どんな会社なのかなっていうような、本当にこうワクワクも楽しみにして、遊びにくいな気持ちっていうようなのはちょっと違いますけど、これから面接を受けに行くんだ、なんか受からない、受かるかな、どうしようかなというような気持ちではなく、本当にこうなんかどんな会社なのかな、楽しみだなというような気持ちを強く持つようにしましたので、そういう気持ちが根底にあったのが良かったんじゃないかなと思います。
今まで、企業にアピールするものといえばスキルとか経験とかそういったものしか頭になかったんですけれども、あとそれ以外のものがアピールするものといえば性別面ですか、人と気が合いそうかどうかとかその程度しか考えてなかったんですけれども、実際は面接を受けてみて、すごく、この面接もすごく楽しみにしてたんだっていうような気持ちだと、それは相手方に伝わりますし、そうすると自然に相手に伝わると、うちの企業に興味持ってくれてるんだなと思います。そしたら、嬉しいですよね、取る側としても。だから自然にこう、話もスムーズに運ぶというような感じになったんじゃないかなと思います。改めて、売りの10か条などもそうですし、普段は考えないですからね、そういったことっていうのは。自分、あなたの売りは何ですかって言ったら、普段考えないから、一つ二つ、ポロポロで出てくるような感じなんですが、実は改めて考えて、10か条書き出してみて、ああ、なるほど、自分はこういう売り、セールスポイントがあるんだな、つまりこういう人間力があるんだなというふうに考えられるようになりましたので、それも紙に書き出して、それを読みますので、より視覚的にも、自分はこういうアピール、こんないいところがあるんだ、こういうアピールするところがあるんだというのを改めてこう認識するという形になったと思います。まず、売りの10か条などを改めて認識することで、自分はこういうアピール力があるんだということをしっかり再認識して、それで、もうそういう自信を持って企業にアピールできたと思います。毎日毎朝会社に行く前に買い物をするコンビニがあるんですけれども、そこの店員の方はとっても元気がよくて、おはようございますとかお客さんに声をかけて、なんか今の温かいホットコーヒーが入ってます、いかがでしょうかってアピールで、お金を済ませていってらっしゃいませって挨拶してくれるんですけれども、そんな風に接してくれる人なので、お客さんの方もいつしかその人に馴染んでいって、その方に、人が集まってきますし、ということはそれだけ多くの人にアピールしているということですし、この人だったらきっともうアピール十分だから、もうどこ行っても採用されるんじゃないかなという気がしました。コンビニの店員ほどではないですけれども、セミナー受講後常に頭にあって、何かすると、そういえば毎日が営業なんだよねと、もう再認識することも多いものですから、できるだけそんな感じになれるようにと常に頭のどこかに置いています。ものの考え方が客観的に考えられるようになってなったと思います。さっきお話した面接採用する側の方 の考え方が分かるようになったっていうこともあるんですけれども、それと同じように相手が面接官でなくても、自分が相手の立場だったらこうやっぱりそう考えるよねというような感じで、前よりはそんな風に考えられるようになったと思います。自分のやりたい仕事、自分に合っている仕事、自分に合っているような企業を、選ぶように絞り込んで選ぶようになってきたと思いますし、人とのコミュニケーションがよりスムーズになると思います。自分が、セールスポイントも含めて自分という人間をよりよく知ることによって、それが企業へのアピール方法にもつながるんだなと思います。